タバコ好きな俺の喫煙動画。今回は、じゃーん、ピースのインフィニティ。ね。最近、ピースの、1000円のね、なんだっけ。一応、缶は取ってあるんですよ。うん。缶だけかっこいいから。まあ、あれが美味しかったということで、ピースの、新デザイン、インフィニティ、あ、これ、間もなく新デザインへって書いてあるから、まだあれだな。より香りを感じる佇まいにってなってます。20本入りで、値段が確か450円だか70円ぐらいだか、結構高かったな。タールが8の、ニコチン 0.7。あ、まだあれなのか。これ吸ったことないからね。あなたのピース、より香るデザイン、名称へって書いてある。名前がピースアロマインフィニティになるらしい。今現在はピースのインフィニティですけど、まあ、変わるということです。味、香りは変わりませんって米印で書いてある。本当かな？まだ吸ったことないんですよ、これ。それでは、ね、吸っていきましょう。最近、ピースのアロマなんとかとかも、吸ったことないんで、吸ってみようかなと。はい、どうも。ほのかに、ピースの、なんだ、桜んぼの香りのやつ。ピースの。あれの香りが若干ある気がする。いや、あの感じの、なんなんだろうな。桜んぼの香りじゃないんだけど、こちらが、2006年の10月の1日に、発売したらしいです。で、フィルターが、なんか D スペックらしい。よくわかんないけど。ほのかに、普通の、ロングピースとかには、バニラの香りが、ほとんどないですね。あ、アロマヴィンテージ。アロマヴィンテージの最近発売された、あれの、あれに、桜芋の香りを抜いたような、香り、味、つうのかな。じゃん。今日は、ヤクルト。の、これ1本40円のやつ買ってみました。ヤクルト飲むの久々だな。ピルクルをね、毎日1リッターぐらい飲んでるんですけど、全然便秘が解消しないんで、で、今日明治だっけな、明治のね、訪問販売みたいなのが来たんです
あの、R1 とかさ、あんじゃん。あの、乳酸菌のやつ。あれの、やつが来たんですよ。で、値段聞いたんすよ。あの、ヨーグルトと、瓶のやつ、どっちにしますかみたいな。で、で、俺が便秘だっつうことで伝えて、伝えたんすよ。そしたらおすすめは、その、限定の、飲むタイプの、ヨーグルトじゃなくてドリンクタイプのやつ。がいいですよ、みたいなの来たんです。あ、そうなんすか。で、1ヶ月の値段聞いたんす。そしたら、なんと、4000円ぐらいですね。って言われたんす。ほほー、4000円ね。ほほー。4000円ってことは、30日で4000円ってことは、1日に換算したら、まあ、120円とかそこら辺ぐらいですね。133円ぐらいか。で、ちなみに、このヤクルト40円なんですよ。ヤクルト40円なんですよ。で、1日1本ですよ。30日続けたら、1200円で済みます。で、俺が言ったんです。まずその値段4000円ぐらいですねって言われた時点で、ああ、じゃあいいですって言ったんです。で、その後に聞かれたのが、何がまずかったっすかって言われて、いや、だって、ヤクルトあれ1本40円なんで、まあ高いんでも60円ですからね。って言ってさ、で、1ヶ月続けても、まあ、60円のやつ続けたとしても、ね、6、3、18だから1800円ですよ。それで4000円で2倍以上すると。なんじゃそれって。って言ったら、いや、でも、便秘の解消とかには、なんか、これが一番いいんですよ。訪問販売限定の通販限定というか、その、ヤクルトだってさ、あれあんじゃん、通販っていうか、通販じゃねえな。宅配。一週間ごとに宅配してくれるやつ。ねえ。
まあ、圧倒的にやっぱ高いですよね。で、宅配で言われてるのが R1 っていう赤いやつじゃなくて、LG21 っていう緑色のやつ。うん。が、まあ、宅配限定みたいな感じで書いてあったんで、今現在ちょっとそこのサイト見てますが、どうなってんのかな。あ、ありましたね。送料は無料。で、30本セット。まあ、1日。ちょっと待った。よし。宅配専用で飲むヨーグルト30本セット LG21。値段4200円で書いてあります。ああ。で、送料無料。ってなってますね。4200円割る30だから。1本140円ですね。高すぎない？で、ちなみにヤクルトは？だってさ、ヤクルトとその明治のその R1 的なやつって、じゃあどっちがいいかって言われたら、まあ普通に考えてヤクルトの方がもう、スーパー小山じゃないですか。昔からある、もう何十年も何、百年以上続いてないよ、これ。なあ。で、今見たところによると、宅配専用のヤクルト400ってやつ、さっきの40円のやつじゃなくて、一本80円の、まあ、強力なやつですね。強力っていうか、それがまあ、値段倍するんで、それ以上のやつ。が、7本あたり、560円。となってます。で、ヤクルトレディが、送料無料で毎週お届けってなってるんですけど、これ昔、とある事件が起こったんだよね。知ってますか？確かヤクルトレディだったと思うんですけど、これで、大体高齢者とか、まあ頼んでたりするんですけど、それでピンポンで鳴らしても、あれ普通だったらいるのに、なんか、出ないってなって、で、まあ鍵が確か開いてたんだかなんなんだかで、不審に思って、まあ開けて、そしたら倒れてたみたいな。で、確か救急車とかその人呼んで、みたいな感じあったんですよ。だから、それから考えても相当ヤクルトレディってマジで高齢者の人とかには本当に、やっぱそのこともあったからこそ、まあ、やっぱり、すごい素晴らしいじゃないですか。まあ確かに、ね、勝手にまあ、入ったんちゃ入ったんですけど。
定期的にだって1週間に1回来るんですからね。そう考えればまあ、安いは安いよ。うん。だから1本80円ですからね、さっき言った40円ですよ。140円ですよ。1本80円ですよ。30でしょ。7321、7428。1週間だから、28。2240円です。4週間で2240円。ということは30日換算で2400円。圧倒的に安い。4200円に比べれば圧倒的に安いじゃないですか。やっぱり。まあ、だから、うん。まあ、普通だったらこれ頼まないですよね。だって俺子供の頃からこれ小学生とか中学生の時の食卓、給食の時間にジョアって出たじゃないですか、ジョア。ね。小学校の給食でも出るレベルの、その、ジョアっていうのはヤクルトですからね。そんなレベルですよ。超、だってこれ、いつからこれやってんのこれマジで。ヤクルトっていつから売ってんだ、これ創業何年経ってんの？創業何年？ 1935 年です。ということは、90年以上やってますね。あ ?90 年以上。今2019-1935。84年です。あ、ごめん、間違えた。84年やってます。普通頼まねえだろ。なあ。やっぱ高えよな。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ高えよな。高えと思うよ。ということで、こちら、ピースのアロマインフィニティ。違う。2019年の5月より、ピースアロマインフィニティになる。って書いてあるんですけど、これまだなってないやつですね。で、D スペック製品となってて、チャコールフィルターが、ついてるって書いてあります。ちぎってみましょう。あれ？チャコールついてねえな。あれ？チャコールついてねえぞ。バカな。チャコールついてない。え？古いやつはあれなんだ。チャコールついてない。切る。切ってみます。カッターで切ってみましょう。
プレーンフィルター。じゃああれなんだな。まあ5月よりって書いてあるけど、もう6月なんだけど、なんで?なんで?チャコールじゃないだろう、どう考えたら。でも、Dスペック商品ってなってますね。Dスペックでタバコの嫌な匂いも気になりませんって書いてあるね。わからん。ようわからん。わかりません。Dスペック。ウィキペディア。見ますと。D スペックの D は、デリシャス、かっこ美味しい。デセント、上品な。デクレアセド、匂いを軽減した。などの複数の意味を持っており、そのような仕様のタバコが分類されるなっている。Dスペックに分類されるタバコに用いられている低周期、技術のことを D スペック技術と呼んでおると、近年タバコの匂いがクローズアップされて低周期、タバコのニーズが高まっており、それに応える形で JT は低周期タバコを発売していた。しかしそのような低周期を謳ったタバコはマイルドセブンやルーシアなどの、複数の銘柄にまたがっており、低周期タバコとして一定、統一されたカテゴリーを持ってなかったので、JT は低周期タバコを分類するカテゴリーを定めた。2004年2月10日に全国で公募された名称の中から D スペックが選ばれ、第1号として、ルーシアが、D スペックに定められる。ルーシアって聞いたことないんだけど。何それ。ルーシア。あ、こんなタバコあったんだ。ルーシア・シュトラスフレッシュ。これ、ピアニッシモのあの1ミリのタバコの
に似てますね。ピアニッシモに名称変わったのか、これ。さては。あ、これね、ピアニッシモのアリアメンソールってやつね。これ昔吸ったことあるんですけど、これ美味しいんですよ。1ミリなんだけど、あの、なんか、1ミリと思えない、タバコですね。5ミリぐらいじゃないかな、って感じ。1ミリってなると、すっげえ、何も、あの味しねえレベルなんだけど。あ、でもこれも別にそんなにいらないだろう。これもいらねえだろ、こんなの。別になんか D スペックがどうたらこうたって書いてあるけど、うん。特にあれですね。いいか悪いかっていうと別にいいって感じするね。値段530円です。470円じゃない、530円だよ。全然違う。買う価値ねえな、これ。一つ星。ご視聴、センキュー。